さんお疲れ様です。まあ起業して、あ、これは大きなメリットだなと思ったのが、まあ、組織の代表を名乗れることかなと思うんですよ。まあその組織が誰もいないたった一人のものであっても、まあ、名刺にね、代表取締役って書いてあったら、とりあえず誰でも話は聞いてくれるんですよ。だから新規開拓は楽ですね。どこ,どこ会社の一社員ですっていうと、会社のネームバリューとかすごく大事になってきますけども、無名の会社でも、 あの代表取締役が直接営業に行きたいんですけどっていう風な形で申し出るとまあ話を聞きもらえる可能性はすごく高まったと思いますそれからあれですよね自分が作った会社の自分は一社員であるってことで正社員をね <laughs> 名乗ることができる最も簡単な方法はどっかに入社することじゃなくて自分の会社を作ってそこの社員になることかなと <laughs> まあそんなとこですかねあとは必要経費が見えてくるんで その売り上げに向かかってやればいいだけかなとだどっかの会社の社員になると確かにお給料もらえるんですよねでもその給料以上に仕事ができていないってことを同時にそれは認めることになると思います、まあ、それでいいんだったらクビになるまで <laughs> まあお弁ちゃら使いながらやればいいと思いますし <laughs> 受け取ってる給料以上に働いてるっていう自覚があるんだったらそれは 組織を離れた方がまあ若干有利かなって気はしますけど、ね、まあでも本当やってみないと分かんないからやってみたってとこですよ本当にやってみないうちに想像しても単なる想像ですからね1万年想像しても想像したその非現実世界から利益は取り出せませんからね全ては現実の中から生まれてくるってことかなと思いますいってらっしゃい。